アイリス &B ・ジェラルド・カンター資格芸術センターに展示されているリーランド・スタンフォード・ジュニアのデスマスク・リーランド・スタンフォード・ジュニアはスタンフォード大学の創立者であるリーランド・スタンフォードの子である。スタンフォード大学の正式名称リーランド・スタンフォード・ジュニア大学は彼の名から取られた。父はカリフォルニア州知事のリーランド・スタンフォード、母は JN スタンフォードである。 彼を産んだ時の母は39歳で結婚以来18年間子供が生まれなかった。出生時はリーランド・デビッド・スタンフォードという名前で9歳の時にリーランド・スタンフォード・ジュニアに改名した。16歳の誕生日を迎える2ヶ月前、彼は両親と共にヨーロッパへのグランドツアーに出発した。アテネ滞在中にチョーチフスを発症した。両親は治療を受けさせるために 彼をイタリアへ連れて行き、最初はナポリ、次にローマ、最後はフィレンツェへ行った。そこで病状の回復と悪化を繰り返し、数週間後に死亡した。父のリーランド・スタンフォード・シニアは妻に、カリフォルニア州の子供たちは私たちの子供になるだろうと語った。帰国後、息子の名前を残すために自分の財産を捧げて大学を創立することを構想した。 この大学は1891年に開学し、息子の名前を付けて、リーランド・スタンフォード・ジュニア大学と名付けられた。一般には、スタンフォード大学と呼ばれる。大学の印象には、この正式名称が書かれている。リーランド・スタンフォード・ジュニアの遺体は、スタンフォード大学の敷地内にある、スタンフォード・レービオで、両親の側に安置されている。 1893年6月21日に父親が死亡した後、彼の母親は1905年2月28日に亡くなるまでスタンフォード大学の発展を導いた。ありがとうございます。